みなさんこんにちは、レアルステート清塚店の熊野です。今日は坂本龍馬の地第2弾、イエーイ最後までご覧くださいませ。まず訪れたのは石の門群像になります。すごいですよね、この迫力。坂本龍馬をはじめ新しい国づくりを目指して脱藩にかけて、この8人が一人一人思いを込めてここから脱藩していくっていう場所になります。一人一人のポーズが全然違うんですけれども、本当に四季みなぎる表情で脱藩の道を見据えていて、すごいですよね。今から脱藩の道のルートがありますので、そちらの方に向かいたいと思います。道のあちこちにこんな看板があるんですよ。皆さんも探してみてください。維新トンネル発見です。ここをくぐっていきます。次に来たのは高知県立高知城歴史博物館です。土佐藩を知ることや高知県についてはすんごく詳しく載っているんですけれども、ちょうど私たちが行った時、なんと山内陽道さんの特別展示会の時でした。もうなんてラッキーなんでしょう。ぜひ訪れてみてくださいませ。高知城の前です。そしてこの歴史博物館を出ると真ん前に高知県の本当にたくさんの、見てください、板垣退助さんに中岡慎太郎さん、明日行くところですね、坂本龍馬さん、すごいですよ。この岩崎弥太郎さんですね、さっき言っていた山内陽道さんです、竹内半平太さん、もうこの本当にたくさんの人たちの詳しいことが載ってますので、ぜひそこにも足を運んでいただけると嬉しいです。2日目です。昨日は高知市だったんですが、今日は安芸市にやってきました。岩崎弥太郎さんの生家や、これから中岡慎太郎さんの生家の方に行ってみたいと思います。ここは情報センターになるんですけれども、ここにも岩崎弥太郎さんのいろんな資料がたくさん展示されてますので、中の方も見てみたいと思います。これは龍馬伝で実際に使われたセットになります。岩崎弥太郎の家なんですけれども、実際に俳優さんたちが着ていた衣装もそのまま展示されています。見えてきました、岩崎弥太郎の像になります。ここが岩崎弥太郎の生家になります。岩崎弥太郎といえば、本当に今の三菱グループの基礎を築いたと言われている人物になります。一般公開はされており、生まれた生家の方とその後、増築された部分が2つつながれている状態ですね。こちらの方が22歳まで住んでいたと言われている場所になります。ここで子育てもしていますね。そしてじゃじゃーん、これが有名な日本列島の石組みになります。すごいですよね。次はフォトスポットとして人気な野良時計です。のどかな田園風景の中にある場所になりますが、明治20年に作られました。さらに歩くこと1時間山を登ってくると星神社にやってきました。っていうのは冗談で、散策する道もあるんですが、1時間は登れないですね。それで、ぐるっと回って
で駐車場が近くにあり、そこから止めると星神社まで徒歩1分みたいなところがあるんですけども、ここはちょっと山道を一度下って上に上がってきた星神社の入り口のところです。そして上に上がってくると参拝するところがありますので、ぜひどちら側でも歩いて1時間頑張ってみようと思えば山の方から、駐車場ですぐに来ようと思えば徒歩1分のところから、ぜひこの星神社の方も訪れてくださいませ。すごいパワースポットと言われていますので、ぜひぜひ皆さん足で上がっていただいてもいいですし、車で来ていただいてもいいので、ぜひお参りしてくださいませ。中岡慎太郎といえば、最後、坂本龍馬と一緒に大宮で一緒に亡くなったっていう形なんですけれども、本当に最後の最後まで2人で一緒にいて、幕末を支えたっていう形ですね。今日は、この前から、あ、昨日おとついからずっと坂本龍馬に、まあ私は龍馬伝を見たっていう感じなんですけれども、その龍馬伝に基づいて、あ、ここが、あ、ここがっていうところを昨日この前から探索しています。今回の旅は実は、続けているわけではなく、2回目っていう形です。8月に1回坂本龍馬のあちこち高知を訪ね、今回は、10月ですね、2回目訪れているっていう感じになっています。では今日も早速頑張って行ってきたいと思います。それがめちゃめちゃいいお天気で、しかもこっちあったかいですね。金沢と違いますね。金沢昨日大雨っていう感じだったみたいなんですが、今日もいいお天気のところ行ってみたいと思います。ここは中岡慎太郎の生家になります。中岡慎太郎のここは、あの門のところに大きな柚子の木があったんですけれども、この柚子の木は、あの昔、あの塩が取れなかった時にお魚とかにかけて食べるのでいいっていうので、高知県ではすっごく有名になっていて、あのたくさん植えられて農家の人たちを助けたっていうお話もあります。そしてここが庭になってるんですけれども、ここはあの復元された形になっております。そして中岡慎太郎の家は、あの庄屋だったので、いろんな庄屋さんのお仕事の一つで、村人のいろんな揉め事とかも全部改善されていたみたいです。中がすごく広くなっていて、あの像とかも、まあ、飾ってあるんですけれども、上の方に槍とかも飾ってありましたね。ぜひこちらの方も足を運んでくださいませ。次に来たのは竹地半平太さんの生家と資料館とお墓になります。実はまだこの竹地半平太さんのこの生まれた場所は、実は他の方今もそのまま住んでいらっしゃるので、中を見ることはできませんでした。ただ、資料館なども近くにありましたので、そちらの方に行かせていただきました。これで私たちの旅は最後になります。この幕末の人たちがすごく頑張ってくださったおかげで今の日本があります。本当にこの旅すっごくいろいろ回れてすごい勉強になりました。本当にありがとうございました。高知の旅いかがだったでしょうか。ぜひよかった方はチャンネル登録、グッドボタンの方お願いいたします。レアルステイトではツイッター、インスタグラム、TikTok の方もしております。よろしくお願いします。